続きまして江北芸能協会の皆様による日本舞踊をご披露いただきます。今回初めて民族芸能の集いに出演していただきます。江北芸能協会は現在11名の会主が所属をしています。春と秋には江北芸能大会を江北公会堂で開催し、60組の方々が日本舞踊を披露しています。本日は日本舞踊を2曲ご披露させていただきます。はじめに花水木を坂東勘四川様、坂東幸四郎様、坂東藤四郎様、坂東義四郎様、坂東蓮四郎様、久保霞様、田村明美様、以上7名にご披露いただきます。2曲目は長唄獅子の乱玉を海主坂東勘四郎様に披露いただきます。それではよろしくお願いいたします。水木の葉を送ってくる。
Thank you.